テラジとディグニクスに変えた時にディグニクスのサーブ切れないんだよ僕の感じ。テラジの方がなんか切れる感じ、まあ、もしかしたらディメンだからスイングスピード遅いからかもしれない。でもまあ打つのはディグニクスで良かったからディグニクス使ってるんだけど、ゼロ球種今2本しか出してないけど結構切れる感じする。コントロールがしやすそう。コントロールしやすい、めっちゃしやすい。あでも振り切ってもフォーマーミスしないってことだよね。怖くはない感じ。練習したら多分でも結構全日本の会場とかってさ、なんかすごい手が高かったりして当たりが少なくて分かるよね。切ってるの切ってない抜けちゃうみたいな感じだったりするじゃん。ナックルしか出ないみたいなことが結構あったりするんだけど、広い会場からそういうの良さそう、うん、しっかりよ。サーブはそのディグニクスと一緒かな、同じ感じがする。でもいいと思います、コントロールしやすい。だからロングサーブとかめっちゃ鍛えて振り速くなったらめっちゃいいんですよ。おびっくりした。やっぱり収まるね。結構サーブの回転かかるかからないか大事だよね。大事だね。感覚で打てるからなんか飛んでっちゃったっていう感じがしない分、自分で調整しながらできるかな。怖さがあんまりない。ちょっと 09C でやってたもん。ああ、変な止まる、切れてるな。あ、切れた、切れたか止まってみせたかわからんけど、止まる。結構最初からだいぶ違う感じするんだよね。違うね。だからやっぱ私バックにこれはいいんだよ。絶対合う。回転かかるし、で、やっぱロングサーブもあの、こうやって振り切れる。あ、いいね。飛び筋ない。ゴミゴミ。現役の時もいいかもしれない。ゴミゴミや。ドライブ打たれてるみたいな。私は 09C の方がサーブしやすいかな。いいね。なんか見ててもカチッって持ってから来てる感じがする、うん、そうね。だから持てるからちょっとこうやりながらフェイントとかもかけれるかも。めっちゃいい、うん、やっぱスイングスピード速ければ速い方がいいんだろう。そうだね。そう、なんかそれをしっかりと練習して手首が使いやすいに工夫してやるとサーブに関しては持ちが良くて回転がかかる分いい。ラケットの違いとかなんか。出ます。05。はい、きます。してなかったほんま振り切れになるよね、うん、なんか腕動かんもんね。 09C でいきます。あー、止まる。
みたいだから止まりやすいってのもあるけど、こう持ちがいいから、うん、ラケットの違いとかはある？ラバーはこっちの方がより持つ感じがする。こっちの方が少しだけ球離れが早い気がするけど、そのラバーで工夫すると私はこっちの方が今は好きかな。オールショット最高。
っていいぐらいな。今はさ、グンって持ってた。おっしゃる通り、持ちたい。意識を変えるか。最後に総評ということで、藤井コーチにズバリ試合で使うとしたら、はい、私はこのレボルディア CNF にフォアエナジー05をバックディグニックス 09C に変えたい。変えたい。しゃ、じゃあ試合に出るということで。まあそれは別として私の自分の技術を高めていきたいなと思えたラケットラバー。やったらやった分だけついてくる。そう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 。やっぱり自分が思い描くプレーだったりとか技術がこう今の自分と しっかりマッチしてやっていけそう。あまあ勉強するわけじゃないけど、やっぱり卓球の面白さって技術とか、まあ、戦術とか、まあ、試合とかでいかに自分が思い描くことができるかとか、それやっぱり自分の方がね進化していきたい、うん、それが面白いところやから、やっぱり練習、反復練習してどんどん技術高めていきたいなって思えたラケットラバーでした、うん、自分のそのなんで入ってるか分かんないっていうミスがない。そうそうそうっていうことだよね。うん、振り切れてる、振り切れてラバーっていうことかな。いや予想通りそうね。実際飛んでてもそんな感じ。あ、そう、なんかやっぱり最初はそのフォアにやっぱ硬いテクニクス 09C っていうのを持っていくものなのかなって自分で固定観念があったけど、やってみたら実際違くって、バックでもしっかり当ててくれば回転がかかっていいボールが出るっていうのがやってみて分かったし、それがすごく衝撃的だったかな、うん、あ、まあ進化してるね。いや進化してるね。やっぱりそのね、開発に携わってくださった方の思いっていうかがズドンと触ってきた。うん、ありがたいね、こういうのは。そう、ただ研究して、ね、いやーすごい年月かかったと思うし、それを選手が今度は体験して、うんうん、やっていくことがやっぱり恩返しとか、さらなる卓球界の発展にもなるんじゃないかなと思います。ね、でも初めて、例えばコンラボとかトップの選手が初めての試合打っても多分楽しいと思える。
うんね、やっぱり違いが面白いと思う、まず。そうだよね、で、あ、こんなボールが入るっていうのをやっぱ発見してもらえたら、卓球の奥深さも分かる、うん、楽しめるし。なんだろう、初めて人も、すぐの人もね、こんな球で違うんだとか、そういうのもやっぱね。うん、やっぱり回転がかけづらいって、やっぱりこう、ね、打法だったり、体の使い方だったり、こう擦り方っていうのを、やっぱり日々研究されてると思うけど、やっぱり、ね、なかなかうまくいかない人が、力がない人でも、ぴゅって回転がかかってくれるのが、やっぱりディグニクス 09C なんだなっていうのは、分かったので、やっぱりその初級者の方であっても、回転をかける面白さが伝わればいいなと思ったかな。そういうの、山一つでね、自分に合った用具探すの、本当大事だもんね。大変やけど、でもそれがね、見つかった時の、ね、今日の私みたいな。上がるよね、テンションで。テンション上がった。来たみたいな。で、じゃあ、この中唯一で、試合で使うとしたら、レボルディアと、バッティガー 09C、フォアが0-5なんだけど、うん、例えばこの、まあ、それ以外で他でこの技術、このラケットとこの相性良かったとか、そういう。両方いい。やっぱりこの、インナーフォースはやっぱりその女性とか、力がない人とかでも、やっぱり安定してドライブになるし、それをまあもうちょっと飛ばして柔らかくしたのがこっちかな。もしかしたらどこ上級に行きたい人とかはこっちにおすすめかもしれない。僕も正直ね、インナーフォース好きなんだよね。そうね、私ももともと大好き。すげえなんか、なんやろ、持ちやすいというか。持ちやすいよね。この安心できる感覚。手を持ちやすいんじゃなくて、ボールを持ってくるみたいな。うん、やっぱ好き。ペンをやってみますね。ペンの裏面なんですけど、木の素材に 09C なんですけど、正直多分これでいこうと思ってます。で、何理由としてはやっぱりこう、最初言ったように結構あんまり強いボールいきなり打つとかじゃなくて、やっぱ使うとしたらちょっとループ系のボールとかブロックとか使うんで、そういう意味でやっぱ一番あんまり飛ばなくて安定してほしいっていう、あんま下がることもないんで、だからそんなに飛ばなくてもいいですし、09C 普通に飛ぶんですけど、引き合いとかすることもないん で結構その順回転というか、例えば相手のバックサーブとかマック関係が来ても薄く取ってもしっかり持ってくれるっていう。で、ニグニクス05も持ってくれますし、09C も持ってくれるんで、実際どっちでもいいかなっていうイメージなんですけど、下回転に対して 09C がちょっと打ちやすい感じはする。ちょっと固めなんで、フォアがやっぱり打ちやすいですね。フォアの表が結構しっかりスポンジがしっかりしてくれる感覚をしてちょっといいと思います。とりあえず当分使ってみます。もし何か変化があったりしたら報告したいと思います。藤井コーチもこれ、はい、これで6月からやりたいな。やれたよね、はい、ちょっとまたやる練習、はい、お願いします。お願いします。はい、ということで皆さん、はい、さようならしますか。皆さんさようなら。
11点。すごいね。10点超えてるよ。